警戒レベルフェーズ3。ジオ、出動。了解。ジオマス決定、出動。ジオオータス、ジョイントゥジオマス決定。ファントン交渉発射。油断は禁物だ。我々の任務に特別な一日のない。都市防衛司令発令、今度こそ逃がすぞ。必ず助けに行く。発令。この地球を守ることがお前たちの使命だ。もし今地球の未来がなくなろうとしても、誰かも助ける強さを持っていられるか。でも一人では動けない時あるよ。だから僕たちを信じて掴もう。友よ、いざユナイト。星の彼方に舞い上がれ。大地蹴りを大空へ、声と声を重ねて、明日今、地球は狙われている。心宇宙人、黙りなさい。いつ襲ってくるかわからない怪獣災害。悪質宇宙人による犯罪ネットワーク。あんた誰や。今夜の火曜チューズでは、続発する怪獣災害や宇宙人の侵略から市民の安全を守る特殊防衛部隊ジオ、その知られざる活動に完全密着する。東京郊外にそびえるジオの基地、周辺設備を含めて2700人の人員が働く地球防衛の一大拠点だ。神木翔太郎隊長率いるジオ特捜班は総勢8人。怪獣や宇宙人と最前線で渡り合う精鋭部隊だ。山瀬アスナ隊員、地元の高校卒業後訓練生として入隊、優秀な成績で特捜班に昇格した。普通に大学に行って、平凡な女の子だったかなって思います。でも地球の平和って男の子だけに任せておけないんですよ。やっぱ女の子も戦わなきゃいけないなって思います。風間渉隊員、高校時代ラグビーの日本代表にも選ばれたスポーツ青年、隊員歴6年になる猛者である。木島隼人隊員、スカイマスケッティを操るジオ特捜班の切り込み隊長だ。英語とか見てますかね。こんな顔して恋愛物が好きなんですよ。いや、そういうこと言わなくていいと思うんだよね。一番ですか、まあ、ローマの休日とかですかね。王女とその、まあ、新聞記者のこの恋愛の話なんですけど、恋愛ぐらい普通にさせてあげたらいいのになとか思うんですよね。なんだろうな。いや、僕もね、スポーツやってて、なぜ怪獣はこうも頻繁に出現するのか、ラボチームの大空大地隊員に話を聞いた。こちらがジオ日本支部のラボです。地球上のスパークドールズの多くは日本海溝付近で確認されているんですよ。日本とその周辺海域の怪獣出現率は地球全体の 20%、 他の地域の平均に比べると87倍です。こちらが、我々はこれまで撮影されたことのないエリアの取材を許された。ここでスパークドールズの怪獣たちの研究をしています。エレキング気持ちよさそうだな。よし、バードン、うちのバードンは
腹の中に子供がいるんで一番大変なんですよ。ん？ちょっと今動きましたよ。あ、ゴモラ、一番仲のいいゴモラです。ゴモラ、こっち見て、ゴモラ。ちょっとゴモラ緊張してますね。これが巨大化して怪獣になるんでしょう？あ、はい。こんな扱いでいいんですか？というと、なんか遊んでるようにしか見えないかなって。いいえ、これはれっきとした研究です。このように本来の生息環境に似た場所に置いてやることで、かなり感情が安定することが分かったんです。怪獣に感情があるんですか？あ、はい、もちろん。ほら、ほら、楽しそうでしょ。立花さゆり副隊長、上木隊長の右腕となって情報分析、作戦立案を担当するベテランだ。地球を守ろうっていう熱意がすごいので、ともすればその熱意が一人走りする時があるので、その熱意を大切にしつつ、やはり私であったり隊長であったりがどこかちょっと冷静に判断できるように見守っていきたいなと。スパークドールズが怪獣となって、地球でこう、すいません、もう一回最初からいいですか。攻撃的な、生命体なのかを判断し、その時一本の通報が本部にもたらされた。正体不明の宇宙人が出現。わかりました、ありがとうございます。エリア T96 に正体不明の宇宙人が出現との通報がありました。渡るとハヤトはアトスで現場に急行。ダイスとアスナは至急現場の保全と鑑識活動に移りなさい。了解。通報したのは大学生の A 子さん。授業が終わり部屋に戻ったところ、宇宙人と出くわしたという。部屋に入ってみたんです。そしたら扉の陰に真っ黒な宇宙人が。特徴とか覚えてない？わからないです。目はいくつあった？よく見れなかったです。英子さんの叫び声に宇宙人は何も取らずに逃げたという。犯人はまだ遠くへは行っていないはずだ。綾と渡る両隊員は姿なき宇宙人を追う。その時渡る隊員の目が何かを捉えた。あれあれ怪しい。あれあれあれ、あのほら、さあ行く行く、止めろ止めろ。お兄さん、お兄さん、ちょっといいか。ジオのことだけど、これからどこ行くの？え、これからどこ行く？あの、銭湯に行くんです。銭湯に。銭湯ってこの辺あったっけ？いや、あっちに銭湯がある。どうも怪しい。この男の受け答えからは悪のシグナルがにじみ出ている。あっちに住んでる。あっちで、あっちで。どっち？っ、っ何丁目に住んでるの？だって何丁目だろう。4丁目だよ、4丁目。4丁目だよ、5丁目。ちょ見せてよ。だからお銭湯に行くから。お銭湯関係ないから、ちょっと見せてよ。ちょっと、この後男はとんでもない行動に出る。こちらジオアトス、逃走中の宇宙人を発見、現在追跡中。こちら本部了解。受傷事故防止に配慮してアスナと大地も合流させる。了解。はい、緊急車両取ります。この時の交差点撮影します。この宇宙人、止まりなさい。宇宙人は依然として狭い路地を逃げ続ける。ジオの追跡は続く。大地、逃走している宇宙人の動きを察知した。その階段を降りよう。わかった。どこ行くの？すいません、すいません、失礼します、すいません。大地、ここでストップ。隠れろ。え、3、2、1で飛び出すぞ。ちょっと待って、息が。2、1。第一隊員の起点により犯人は御用となった。24時1分公務士拷問罪で逮捕。行くわよ。ほらほら、はい、下げろ。ちょっと、いい加減作れるだろう。あと出せ。あ、平和な日常生活に侵入したケヌール人、その目的は何なのか。調べが進むにつれ、とんでもない事実が明らかになった。これは厄介なものが出てきたな。何ですかこれ？
物質縮小機だ。おそらく奴は女子大生を縮小させ誘拐するつもりだったのだ。なぜそんなこと。人間標本を作るためさ。人間標本。グルマン博士の言う人間標本とは何か。ケムール人に対する取り調べは連日長時間にわたって行われた。ダメです、完全黙秘ですね。私が代わろう。お願いします。ああ、腹減ってんだろ、食えよ。神木隊長が。神ちゃん入ってんすよ。入ってる。いやー、なくなるよ。おふくろさん元気か。最近お前連絡も取ってねえんだろ。いかんな、ちゃんとたまには手紙を一つも書いてやるよ。待つこと6時間。自供したよ。勘落ちですか、どうやって。いや何、彼の故郷の話を聞いてやっただけだ。神木祥太郎隊長、その柔和な笑顔の陰にプロフェッショナルな誇りが見える。我々の仕事はただ怪獣を倒したり宇宙人を捕まえたりするだけじゃないですからね。地球人である自分たちが正義っていう考えで固まっちゃうとかえって本質が見えなくなることもあるんですよ。ここはイカガワ市の郊外。ケムール人の自供によるとここに人間標本製造組織のアジトがあるというのだが、張り込み開始から2時間が経過した。なんか出てきた。出てきた出てきた。うわぁ、こっちで追跡する。了解。女は赤いレインコート。どうも様子がおかしい。しきりに辺りを見回している。何やってんのあれ。樹液を吸ってるみたいだ。やっぱり宇宙人。気づかれると証拠隠滅の恐れがある。隊員たちに緊張の色が走った。女が地下に戻った。15時30分突入で行こう。了解。すいません、あのあんた誰や。に聞いてきたんですけど、ここで高額なバイトがあるって。入り。ホテルよ！塩だ！ホテルつけろ！黒幕はどこだ！うちは目もしないやだ！セミ女だったのか！逃がすな逃がすな逃がすな！もう終わりだ！観念しろ！ジャザも行った！ていた女性たちが解放されたのは言うまでもない。失礼しますね、あげますね。ありがとうございます。落ち着いてくださいね。よし、この星が滅びる。そうだ、
人類は絶滅する。その前にせめて可愛い女の子だけでもサンプルを残してやろうという計画だ。私はこう見えても人間が好きだからな。おい、お前は知ってるだろ。ある日突然地上に暗黒の稲妻が落ちてくる。稲妻に撃たれた怪獣たちは凶暴化し、全てを破壊するようになる。君はダークサンダーエナジーの正体を知っているのか？そこまでは知らないさ。だがこのままでは確実にこの星は滅ぶ。確かな情報筋の話だ。確かな情報筋の話だと。この三匹でやろう。あなた、あなた、あなた、どう、どう、どう。おい、顔変えんな。カランカランカラン、レイです。マモルです。最近頻発している謎の放電現象ダークサンダーエナジーについて説明します。じゃあ、レイさん。ガテンテン。あ、ちなみにガテンテンっていうのは了解しましたって意味です。覚えといてね。ルイルイが勝手に作った言葉なんで別に覚えないでいいです。なんで？ダークサンダーエナジーが落ちました。見に行ってみましょう。おい、ルイ。T3B にタイプ F 出現。推定体長55メートル、深海怪獣グミだと思われます。タイム4、発令。ハヤトとワタルは怪獣を牽制、被害を最小限に食い止めること。アスナは逃げ遅れた人たちの避難誘導、大地は怪獣の分析。了解。すいません、すいません。チャージ。おー、どれだって実家でじゃねえかよ。スミラってどんな怪獣なんですか？ちょっと危険ですから下がってください。下がって早く。あの怪獣めちゃくちゃ怒ってますよ。ダークサンダーエナジーで凶暴化してるんです。ナイス。すいません、足首ヘルト守れないで助けなきゃ。エクソ、ユナイト。よし行くぞ。ユナイトって何ですか？行かないとって言ったんですよ。いいか、下がって。ユナイト、下がってください。いいか。いいか、グレーちゃんの中でタプタプして超可愛いよね。ねえ、カメラ前だからどいてくれ。
皆さんに何か一言お願いします。何やってんだ X、 もう時間がない。でも不愛想な宇宙人と思われたくないし。いいから行くぞ X さん。最後に一言だけ。X さん、怪獣を凶暴化させるダークサンダーエナジーとは何なのか、ダダの予言、人類滅亡の真相とは。現在もなお調査は続行中である。一言で言うと愛ですかね。青く美しい地球、今日もこの星のどこかで悪質宇宙人の陰謀や巨大怪獣がうごめく。人々の平和と安全を守るジオに休息の時はない。昨日から今日、今日から明日へ、彼らの戦いは続く。昨日の放送見た？私さ、すっごい顔パンパンに映ってなかった？それを言うなら俺だってちゃんとした研究なのに、あれじゃ子供が遊んでるみたいですよね。大体な、俺のインタビューなんだよ。なんで俺にやってあんなとこ使えた？俺なんてほとんど喋ってない。それいつもだ。泳いで副隊長めっちゃ目泳いでなかった。いやいや、俺の立場ならもあんまり変わったことないってことね。いつも緊張してたよな。エリア O2 の電磁波調査は終わったの？はい、今から現場に向かいます。了解。ありがとう。何のために戦うの？かけがえのない星守り抜くため。でもなぜ聞こえてくるの？倒した者たちの悲痛な叫び。押さえつけることだけが全てだっているのは誰にだってできるんだ。罪を重すぎた身から目をそらさない、それが強さ。悲しみ一つもない。今回の怪獣はこれだ。ケムール人解析中。誘拐怪人ケムール人、ダダに協力していた犯罪者だ。逃げ足が速くて捕まえるのに苦労したよ。そして今回紹介するのはウルトラマンビクトリーナイトのカード。ビクトリーに変身するショーは大地の剣の師匠でもある。おかげで我々は X ラッガーを使いこなせるようになったんだ。ショーの特訓はすごく厳しかったけどね。次回も見てくれよな。少女が出会った小さな怪獣ピグモン、人知れず友情が育まれていく。でも街中に姿を見せたビグモンに人々は大騒ぎ。その時キングゲスラが街を襲う。行くぞ X、 あの子たちの未来を守るために。次回ウルトラマン X 友達は怪獣。